お疲れちゃんです、ラットです。そしゃ。どうも、さよちゃん。明日デートするラットさんの横にいるキヨキヨです。よろしくお願いします。まあ、そう。まあそうなんですけどね。言わなくていいですよ。じゃあ自己紹介なんで。やばいっすよ。いやいや、結構ラッツさんの横にいるキヨキヨですってことなんで。よくないっすよ。よくないっすかね、ほんとに。そうですね、はい、今日ね、ちょっと、はい、今日は BO3 やるんですけど、あ、BO3? また変だ。でも、キヨキヨさん、スパーキー得意じゃないですか。スパーキー得意です。てか、それしか使えません、逆に。僕もちょっと今日スパーキー使って、スパーキーの、もうスパーキーをこう一筋ちょっとまあいろいろこう使ってる僕でも、いやそっちの方がすごいっすね。いやいやいや、でそしたら実力も変わんないんじゃないか。なるほど、スパーキー対決はね。大丈夫、なんかまたゴブリンとかいうドッキリするんじゃないですか。まあ、しないっすか。なんか謎にあの動画なんかキヨキヨ優しいなみたいになってますけど。いや、めっちゃコメントありましたよ。いや、それ当たり前ですよね。それでお前ゴブリンって言うんじゃねえやとか言う人いないっすよ。逆に切れる人いない。逆にいない。そう、ちょっとありがとうございます。なんか普通っすよ、別に。今日はただ、あ、わかりました。スパーキー対決ね。またゴブリンって言うとか、なんか悪口3つ言うみたいなさ。いや、考えすぎないっすよ。本当に何もないっすね。僕出しますよ。はい、ドン。さあ行きましょう。さあ、ラットさんね、スパーキー対決ですね。スパーキー対決ですね。よろしく。僕の方がうまいみたいなのありますけどね。いや、まあ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 、それはだってもうラットさん何でも使えるイメージしかないですよ。マジで。いやー、逆にスパーキーって分かってると、そうそう、分かってる立ち回りにね、スパーキー出せないんですよ、ね、お互い。あ、いや、ザップ切っちゃダメか。そっか、大事っすね。ザップ大事っす。ザップ大事っすね。ザップ大事っすね。何してんの俺は。おー、うん、いや、出ましたね、マスケ。なんすかそれ。うわ、縦線。いや、このスパーキー強いっすよ。あー、でも、お、あれ、それは逆サイに、逆サイロワイヤルしちゃうと。わー、でもなんかそれ安っすね、なんか。おー、エレちゃん一時、いや、でもほぼ、いや、これ多分美味しいっすよ。美味しいっすよ、これ。これ、いいっすか。はい、めっちゃいいスパーキー展開っす。ありがとうございます。ちょっとやばい。これめっちゃ美味しいっすよ、僕。いや、僕も思いました。あれ、なんか負けそうだな。ただここでスパーキー来ると嫌なんですよね、確かに。ちょっと待ってください。一回、僕にも考えがあるんで、ちょっと一回我慢して。よし、ミナシン。よしよし、ミナスイン来るんですね。よし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 。まあまあまあ、スパーキーやっぱ対策しないといけない。なるほどなるほどなるほど。まあ、それは僕もですからね。そういうことですね。はい、同じ条件。え、いや、まあ、お前そっち行く。ダクピラありますよね。いや、ちょっと待って。いや、きついな。まあまあまあ、はいはいはい。なるほどね。なんか変態系ですね。うわ、これ、いや、これ声一発打ちそうだな。いや、これ入りますよ。はい。ありがとうございます。ラービーか。ラービー俺どうしようもねえんだよな。なんすかその、なんか申し訳程度のスパーキーデッキ。その申し訳程度感すごいんですけど。なんかルール上は必要だから入れました感。いやいや、そう、なんか正直いらないっすけどね。あー、コウモリ、コウバちゃん、うわー、やだな。よしよし、まあ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 、ラバきついの知ってますよね。だからラバにしたんですけど、ちょっと負けそうって。おしおしおし、いいぞ。ちょっと負けそうなんですけど、ここまで、ここまで、よし、ラバに強そう、ラバというか、すか、あれっすね、スパーキー対策したんですけど。それは僕にとっては気持ちいいですよ。ですが、ちょっと、お、入り、やべえな、入り申してますね。よいしょ。いや、それやだ。わ、きっちりそれ。いや、なんか僕が悪者みたいになってる。いや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 、大丈夫ですか。ちょっと待ってくださいね。僕ただの悪者になってる。それは若干ありますね。ありますね、若干。いや、マジか。若干ありますよね。いや、これ無駄だ。頑張ってくれ。よし。何の動画っすかこれ。え、いや、スパーキー対決っすよ。いや、スパーキー対決。なんすかその申し訳程度の感じ。マジで。
いやいや、なんかこれでまあ今んとこ僕の方がスパーキー上手いってことで、いや、まあ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 、そのさ、学校でさ、分度器は使用 OK です、定規は使用禁止ですってなってるのに、分度器のあの下の面で手引くみたいな人じゃん。ちょっとこすいじゃん。ちょっと、まあ、でも、そういうことっすよね。ルール上です。ルール上戦えばいいと。ルール上です、今んとこスパーキーを入れればいいと。あ、そうですね。わかりました、わかりました、わかりました。じゃあ僕もちょっと行きますか、そしたら。スパーキー対決っすね。そっかそっかそっか。何も、それはそうだ。間違ったことしてます。なんか僕が逆に恥ずかしくなってきました。じゃあ僕、別のデッキで行きますよ、そしたら。はい、うん。お願いします。え、ガチで行っていいっすか？あ、どうぞ。早いな、来んのが。ちょっと、あ、わかった。お、僕わかりました。マイナーチェンジとか、まあまあいろいろちょ変えます、ちょっと思ってたね。僕もワンチャンいじってもいいかな。いじりたい、いや悩むんですよね、すごい。ちょっともうキヨキヨ本気ですよ。お、ポン、下来た。さては、いや、これ天才っすわ、僕。天才っすか。あ、待って、スパーキーが、危ない危ない。おい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 、天才とか言っといて。おい、スパーキー入ってなかった。それやばいでしょ、ボケとして。よしよし、ちょっと、なんすか、そういう、なんかこの企画。なんか怪しい、なんか怪しいし、何も悪いこと出してません。だって、そういえば確かシバライトニング入ってなかったの、別に。はい、うん、よし、よろしく。よろしくいきますか。どうしようかな、することねえな。まあ、スパーキーですもんね、なんで、することな、キョウキさんがここで考えるとしたら、うん、こうロケットとかね、を積んでくるっていうのは考えやすいですね。いやもうね、僕ね、もうザップとかあげちゃいますよ、もうスパーキーで知ってても。もうスパーキー怖くないっすだから、僕。ロケット持ってるっすもんね。いや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 、でもクエイクを変えたんすよ。あ、確かにそれありだな。あれ、え、来ないんすか。いや、僕待ちたいっすね、ちょっと。いや、僕も待ちたいですけど。はい、その待ちますか。あのね、することないっすんですよ。そうですね、まあ言ってもいいっすけどね、ぶっちゃけ。いや、ただ真剣勝負ですよ、僕は。はい、そのしかもラッドさんの動画だし。負けられない。視聴者さん的にはちょ早く展開を見たい感はあるじゃないですか。まあそうっすね。だから僕そこはもう気にしないですよ、僕は。え、いいっすよ、僕も。いいっすね、勝つことがやっぱ大事なんでね、僕の視聴者さんは。勝つに貪欲っすよ。そうなんですよね。え、そんな待つことあります、ラッドさん。いや、勝つためならば。だってさっきの同じデッキ使うんだったら、なんかまた適当に縦線とか出そうじゃないですか。いやー、僕は同じデッキ使うと思います。あー、まあ確かにそれは。それは確かに。ぶっちゃけ、うん、多分ないと思う。ぶっちゃけそうなんですよね。さあ、何、そろそろですね。そろそろですよ。動きますか。いや、わかんないです、それは。いや、このデッキ結構あれなんですよね。でも、あれって一緒っす。いやいや、違う一緒か、ロケットが入ってるかどうかだと思うんすけどね。いや、逆にロケット使っちゃダメなんですよ、逆に。あれ、負けっすか。さあ、来ますよ、来ますよ。いや、違うんですよ、結局コストが重いんで。よろしく。あー、あれ、一緒の香りがすごいしてますね。香りだけはね。香りだけっすかね。さあ、よし。おあ、スパーカー届くんか、そこ。いや、これもうプロのスパーキーっすね。プロのスパーキーっすね。うわ、マジか。うわ。よし、いや、これもうありがとうございます。ありがとうございます。お、なるほどね。まあ、ですが、ゴレの爆破とスキラがめちゃくちゃ刺さってますね。あー、ちょっとやばい。カウンター、カウンター、カウンター。ちょっとやばい。カウンター、カウンター、カウンター。ライドリー、ライドリー、ライドリー。あれか、あれあんのか、取るね。よいしょ。おー、ですが、ここは、いやー、きついなー。ここはまあ、うまさがちょっと出ちゃいましたけど。ラッドさん、プロになった方がいいんじゃないですか。なってますね。よいしょ。いや、きつい。いやー、ありがとうございます。まあ、そういうことっすね。いやー、そのさっきのスパーキー、マジでプロっすね。優しいっすね。優しい、もうデッキが優しいっすね。いや、僕だってあれにマイナーチェンジしましたもん。エレキになってますよね、エレキ。いや、これ強いんですよ、かなり強い。こんくらいいかないといけないんですよ、スパーキー対決。スパーキー、もうスパーキー飾りっす。いや、まあそうでしょうね。え、でもなんか2戦目特殊っすね、ゴレスパ、ライドラ、ベビドラ。
いや、そうっすね、ダクブリスケラ、スパーキーデッキ、こうスケラがちょっとこうきつい、いや、そのケツ出しした時に、そうっすね、なんかこう巻き込まれ、巻き込み事故が多いんすよ、スパーキー、クイ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 してすぐやられちゃう、あれがそう強くて、スピードで、この動画なんすか、あの、いや、スパーキー飾りみたいな動画ですか、いや、ただスパーキー使いのキュウキュウさんにあの、スパーキーガンメタで挑んでいただけっすけど、いやいや、ガンメタしなくても勝つじゃないですかマジで、いや、ガンメタするから面白いですよね、いや、まあ確かにね、ロケットはないんすね、ガンメタの、あ、いや、入れようと思ったんですけど、はい、なんかロケット、それちゃうなみたいな、ちょっとロケット入れるならフリーズ入れちゃうかなっていう、なんでそっちっすね、なんか、まあ、フリーズでも僕、まあ、フリーズでなんてマルチで、うわ、フリーズで最悪だなって思ったことはないですけどね、マジっすか、あ、まあまあでも、まあでもフリーズかけられて、なんかミニペダされて、スパーキーいい瞬で処理されて、ゴブジャイもいい感じに処理されて、カウンターみたいな、基本的に残りますからね、固めるだけなんで、まあそうっすね、プラスで出さないといけないんで、結構アド取られてる時、取ってても確かにまあアド取られちゃうのかな、そうですね、でもフリーズが超嫌だっていう感じ、まあ上手い人のフリーズは嫌ですただ毎回毎回嫌じゃないんで別に、いやでもロケットは誰が使っても嫌なの、まあ、確かにそうっすね、うん、いやでもあのスパーキーはちょっと覚えておいてくださいね、いや、あのマジ勉強になりました、それはこの真ん中のね、そうっすね、あれ別に左サイドに出してても、はい、この発射したので逆サイドに行くんで、ああ、同じノックバックを利用して、そうですね、ゴブジャイサイドに出しててもちゃんとこうノックバック利用して、なるほど、ね、ゴブジャイの後ろに行くようにっていうのをすれば、はい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 、結構相手がこう10コスぐらいで攻めてきても、うん、そうっす、なんかケツスパからのゴブジャイ逆サイ釣りあるじゃないですか、あ、ありますあります、ミニペッカとか来た、はい、あれの、まあ、逆バージョンですね、たゴブジャイケツから出して、はい、まあ、たまたまスパーキーなかったとか、確かに出さざるを得なかったとか出した時に、はい、相手がめっちゃ攻めてきた、じゃあ真ん中のスパーキーでこう許容しつつ引くと、え、左ガーって攻めた時に左マスに出してもいいですか、真ん中の左なら大丈夫です、あー、僕そしたらノックバックして右サイド行きます、ね、なんかそれが僕なんかあれなんですよ、あやふやだったんですよ、たまに右行くんすけど、うん、ちょっとなんかゴブジャイの後ろにミニペがこっち回り込んじゃって、なんかミニペ追いかけてちょっとこっち行っちゃうとかあるんですよ、そうっすね、確かに、まあ、そう考えたら、まあ、右の方が確実ではあるかもですけど、あ、まあ確かにですね、まあ、全部ぶっちゃけ一発で処理できるなら、まあ確かに、まあ別にいいのか、こう勉強になります最近ちょっとこういうなんかあれですよね、小技チックな、あー、なるほどっすね、ちょっと動画も出してるんですよね、はいはいはい、よければそちらもね、ぜひ見てみてくださいというわけで、キュウキュウさんのね、はい、あの、あれ、チャンネルもね、ガイアンド君で、ちょっとコラボ動画ねめちゃくちゃ撮りましたね、そうですね、今日めっちゃ撮りましたよ、またいつもたくさん撮ってます、夜遅くに、なんでそうっすね、チェックお願いします、僕はネミーとか言いながらいや、これ一流 YouTuber だったら動画撮るよっつって、そうですね、じゃあ撮んないといけないですねって、頑張ります頑張りますというわけで、ご視聴ありがとうございました、お疲れ様でした、バイバイ。